はい、こんばんは、グラッチャー大島です。今日はですね、千葉から来ました寒チヂミほうれん草ですね。お野菜セットに入ってますけど、それが届きましたので、これの上手な食べ方、美味しい食べ方とかを今紹介したいと思いますね。で、ほうれん草、この寒チヂミってね、かなり肉厚なんですよ。見てもらうと分かる通り、本当に肉厚で、で今回のはかなり出来が良くてですね、通常この茎のこの部分がですね、すごい甘いんですね。ただ今回のものは葉っぱまでほのかに甘いっていうね、すごい今年は出来がとても良いです。基本的にほうれん草は栄養素がすごい高いで、免疫力に関して言うとベータカロチンとかビタミン C がかなり多いので、まあ、ほうれん草食べてもらうと免疫力アップになるという感じです。こちらのほうれん草は生でも食べれるんですけど、生で食べ過ぎるとほうれん草のこの緑色をしているところが硝酸って言いまして、硝酸が多いとちょっと透析になる可能性があるので、あんまり生ではいっぱい食べるのはちょっと微妙かなとは思うんですけど、でもこちらのほうれん草はぜひ一回生で食べてもらって、その甘みを味わってもらいたいなと思います。特にこの根っこですね。で、こちらを根っこをですね、こうちょっと包丁でですね、カリカリカリって言って、まあ土がついてますんで、カリカリカリってやって、でこう分解してもらってですね、で水洗いをしても、ちょっと千葉の畑が砂地で作ってるんで、まあここを洗ってもらって、とにかくここがすごい甘くて美味しいので食べてみてください。火を入れる調理法なんですけど、もし茹でるのであれば、お湯に対して、まあ、塩を入れてもらって、でちょっと塩はきつめの方が美味しくなります。通常お湯だけっていうと皆さんお湯でやるんですけど、うちら業界ですと意外と塩を多めに入れます。で、多めに入れるともうこのほうれん草に対してその塩味がちょっとつくので、普通に食べても美味しくなります。茹で方としてはお湯に対してその塩を入れてもらって沸いたら、この根っこから根っこをちょっとこう入れてもらって、何秒か入れてもらって、そこからこう入れていくと、ここと葉っぱの茹で上がりが均一になりますので、やっぱこっちの方が太いし硬いので、やっぱり同じようにドボンってやっちゃうと葉っぱの方が柔らかくなっちゃって、でここは硬いっていう感じになりますので、必ずこういう風な感じで何秒か茹でてもらって、こう入れるっていう感じの茹で方が一番美味しいと思います。生でも美味しいですし、例えばおひたしですよね、おひたしでも美味しいですし、あとベーコンと一緒に炒めるのもすごい美味しいですよね。今の時期本当に寒暖の差が激しいので、とにかく甘いです。野菜全体が甘いんですけど、ほうれん草は特に甘くなってますので、ぜひね、今回も野菜セットに入りますので、ぜひ今言った感じでやってもらって食べてもらえればいいかなと思っております。ぜひお試しください。あとですね、ほうれん草のですね、まあよく朝市とかですね、そういうところで売ってるところのほうれん草の美味しい見分け方ですね。皆さんかなりこう青々した美しいこうほうれん草を買いがちなんですけど、まあ確かにそれ美味しそうに見えて、すごいね、おひたしにすると鮮やかになるんでいいんですけど、まあ、結局、まあ、茹でれば硝酸が薄れるんで大丈夫なんですけど、実はですね、自分たちが選ぶポイントというと、こういう青々してるのよりかはちょっと薄緑、もしくはちょっと葉先が黄色っぽくなってるのを実は選んで買ってます。なぜかっていうと甘みがあるんですね。意外とこちらの根、根の方とかの方は、で硝酸が少ない分甘みが乗ってるっていうことなので、実はちょっと売ってるとこでは色が
悪いなって、これもしかしたら良くないんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、実は僕たち、まあ自分なんかはそれが狙い目で、結構ここら辺がちょっと黄色っぽくなってる、黄色がかってるぐらいの方が実はすごい甘くて美味しいんですね。で自分はそれを見極めて、意外とで皆さん買わないので、実はたくさん売れ残ってたりとかする時があります。でもう自分はそれを狙って買ってます。